長城記者、ウェイ VV7 長城記者古墳有限講師は中国最大の私有自動車メーカーである。長城記者は香港証券取引所における中国最初の私有自動車メーカーであり、1984年に17億香港ドルの投資を受けて設立された。そして10年に及ぶ成長の後、補定資最大の納税者となった。2004年9月には、 欧州市場に株の輸出を開始し、世界進出の一歩とした。現在は収益の約3分の1を輸出が占めている。2017年8月、フィアットクライスラーオートモービルズのブランドであるジープの買収に意欲を示したと報じられる一方、超常記者は不確実であるとして、現時点の進展はないとした。生産拠点は主に補定に存在する。 施設総面積は180万平方メートルで最高年間30万台生産することができる。2007年には最高生産台数が40万台に到達する。また、2007年8月23日にウクライナに工場を設置した。2014年5月、上海でのアジア相互協力信頼情勢措置会議で投資契約をロシアのトゥーラ州と締結。 2019年6月から SUV の生産をトゥーラ工場で開始している。さらに、イランの自動車メーカーダイヤー社は、超常技車の製品を生産している。2006年に最初の輸出車としてホーバーが西欧に輸出され、イタリアでは3万台が販売された。そして、世界108カ国に販売拠点を置いている。また、同年5月にはキューバにおいて、 ディアーの販売が開始された。さらに、ペルー市場においては、ゾナモーターズによって、同年に、政府フとホーバーの販売が開始された。同社の SUV、政府は、トヨタハイラックスサーフに、セーラーは、日産、フロンティアに外観が告示しているなどの指摘があり、さらにフィアットは、超常技車のペリが、自社のバンダに類似しているとして、トリノ、 中国双方の裁判所に訴訟したが、鳥の川のみが罰金の支払いを命じた。なお同社は日産ノートとの一部類似性も指摘されている。なお他にも他社との類似性を指摘されている車両が多く存在する。2015年には日産自動車で G11 型ブルーバードシルフィ等のチーフデザイナーを務めた中島隆が頂上に移籍し、 テクニカルセンター VP と造形設計2部のエグゼクティブデザインディレクターを兼任している。また、中島の就任に伴い、頂上は日本の横浜市にもデザインスタジオを設ける。ありがとうございます。